オレゴン協会紛争、オレゴン国境紛争、オレゴン国境紛争、A、オレゴンバウンダリーディスピュート、あるいは、オレゴン問題、A、オレゴンクエスチョンは、19世紀前半に、北アメリカ太平洋岸北西部に対するイギリスとアメリカ合衆国の間の競合する、領有権主張の結果として持ち上がった問題である。イギリスはこの地域を、コロンビア地区と呼び、 ハドソン湾会社が毛皮交易を推進する部門があった。一方アメリカはオレゴンカントリーと呼んでいた。問題となった地域の最も抗議の定義によれば次のようになる。大陸分水海より西北42度線ヌエバエスパーニャ1821年以降はメキシコの北限より北北緯54度40分より南ロシア領はアメリカの南限及び 太平洋岸となる。イギリスもアメリカ合衆国もこの地域を領土とし、交易を行いたい強い願望があり、領有権を主張するロシアとスペインとの核条約という未処理の問題もあった。デイビッド・トンプソンがコロンビア側を下る探検旅行の時に、1811年7月9日、スネーク川との合流点に柱を立て、イギリスの領土であり、この地にノースウェスト会社が、 公益基地を建設する図があることを記した。1818 18年にイギリスとアメリカの間で合意された第三条により、共同占有という表現がなされており、その後も長く、領土や条約に関する解決案は示されていなかった。その後の数十年間で行われた交渉では、境界について折り合うところを見つけられず、オレゴン紛争は、イギリスとアメリカの間の重要な地政学的、 外交問題になっていった。1844年、アメリカの民主党は拡張主義を推し進め、アメリカはオレゴンカントリー全体の領有権を主張する根拠があると主張した。民主党の大統領候補、ジェームズ・ポークが1844年、アメリカが衆国大統領選挙で勝利したが、以前の政権が提案していたのと同じ北緯49度線で、 境界線の情報を求めた。しかし、アメリカとイギリスの間の交渉は決裂し、インディアナ州選出アメリカ合衆国上院議員、エドワード・アレン・ハネガンのようなアメリカ拡張論者が、選挙で民主党が要求した北緯54度40分でオレゴンカントリー全体を併合するようポークに迫ったので、緊張感が高まった。混乱の中で54度40分差もなくば、 戦争というスローガンが叫ばれた。これはしばしば1844年の大統領選挙やマニフェストデスティニーというキャッチフレーズとしばしば結びつけられてきたが誤りである。ポークと民主党の拡張論政策は二つの別々の同時戦争の可能性を生んだ。というのもアメリカとメキシコの関係がテキサス併合で悪化していたからである。米国戦争の勃発直前に ポークはオレゴン境界問題について以前の立場に戻り北緯49度線での妥協を受け入れた。この合意は1846年のオレゴン条約で正式なものとなり以降北緯49度線はアメリカとカナダの国境となっている。イギリスのハドソン湾会社がこの地域の数多い先住民との交易免許を維持しその交易拠点と道路網は ニューカレドニアから南にもう一つの毛川公益地区で、あるコロンビア盆地まで広がっていた。この地域全体のハドソン湾会社本拠が1825年にバンクーバー取りで、今日のワシントン州バンクーバーに設立され、スコットランド系カナダ人、スコットランド人、イギリス人、フランス系カナダ人、ハワイ人、アルゴンキンゴ族及びイロコイ族に加えて、 地元の様々な先住民と人種間結婚した会社従業員の子孫まで出身の混合した人々の繁栄する植民地中心になった。イギリスの存在はを含みノースウェスト会社の交易基地や砦という形で始まった。アストリア砦はアメリカ人が設立したが早期にノースウェスト会社が購入しアメリカ人の従業員はいなかった。アメリカ人による この地域の開拓はよりゆるりと進行し、1840年代に大きな開拓者集団が到着するようになった。この地域のアメリカによる初期活動には、現在のソービー島にあった、ウィリアムトリレ・ウィラメット渓谷のメソジスト伝道所、及びカスケード山脈東のホイットマン伝道所の設立、ユーイング・ヤングに一部所有される、ウィラメット渓谷の製材所、 1834年に、やはり、ウィラメット渓谷に建設された、製粉所。1837年に組織化され600頭の牛を、ウィラメット渓谷にもたらした、ウィラット溶牛会社。さらには、海洋から毛皮交易を行っていた船舶があった。アメリカ合衆国の現在の太平洋岸北西部と、カナダのブリティッシュコロンビア州南部から構成された、オレゴンカントリーについて、 アメリカとイギリスの間に競合する領有権主張があった結果して論争が持ち上がった。両国は以前の探検と発見者の権利をもとにこの地域の領有権を主張した。ヨーロッパでの長い間の洗礼に従い、両国境に先住民族の主権には限られた認識しかなかった。1818 18年、2国の外交官が競合する。 主張の間の境界を交渉で決めようとした。アメリカ側は北49度線でオレゴンカントリーを分割する案を出した。これはロッキー山脈より東ではアメリカとイギリス領北アメリカの境界だった。イギリス側外交官はさらに南のコロンビア側を境界にすることを望み、ハドソン湾会社がコロンビア側沿いで繁盛している毛川交易の支配権を維持しようとした。 その妥協の産物として1818 18年米英協定、または1818 18年条約はこの地域を10年間共同占有することを急した。この10年間の期限が近づくと、1825年から1827年まで2度目の交渉が行われたが、問題解決には至らず、共同占有合意が更新され、この時はどちらかの国が合意を破棄する場合は1年の、 事前告知を行うという条項を付け加えた。1840年代初期、1842年、ウェブスターイコールはシュバートン条約、東部での境界問題を決着を生んだ時の交渉で、オレゴン問題が再度訴状に乗った。イギリスは相変わらずコロンビア側を境界とすることを主張したが、アメリカはそれでは太平洋の水深のある港を容易に使えなくなる。 ことから認められず、現行合意に何の調整も加えられなかった。この時までにアメリカ人開拓者たちはオレゴントレールを通って着実にこの地域に流入してきており、イギリス人もアメリカ人も傍観者から見れば、その発展度合いが問題に決着を与えると認識された。1841年、ジェームズ・シンクレアが 西のレッド川植民地から200人の開拓者を案内し、イギリスのためにオレゴンを保持しようとした。1843年、ジョン・カルフーンは、アメリカ政府がオレゴンについては、懸命で大人の不活動という政策を追求すべきという有名な宣言を行い、開拓地が最終的な境会を決めるように任せた。しかし、民主党のカルフーンの領有たちは、間もなく、 より直接的な方法を推奨し始めた。1844年大統領選挙の前の民主党党員集会でテキサス併合を要求することとアメリカはオレゴンの全体に明確で疑問の余地のない領有権があり、そのいかなる部分もイングランドあるいはその他の強国に譲渡すべきではないとする考慮を決めた。オレゴン問題をより議論の多かったテキサス論争に非公式に 結びつけることで民主党は北部の拡張論者オレゴン問題について譲らなかったと南部の拡張論者テキサス併合に傾注していたの両方に訴えることができた民主党大統領候補ジェームズ・ポークはホイッグ党候補者ヘンリー・クレイに僅差で勝利したがこれはクレイが拡張に反対する立場を取ったことが一部の要因だったこの選挙では 54度40分差もなくば、戦争というスローガンはまだできていなかった。この選挙で、ペンシルベニア州で使われた、実際の民主党選挙スローガンはよりありふれた、ポーク、ダラスそして1842年完成だった。ポーク大統領は1845年の就任演説で、党の綱領から引用し、アメリカはオレゴンに対する、 明確で疑問の余地のない領有権があると言った。両国の緊張感が高まり戦争を予測して、境界の防御を固める動きに出た。ポークの大胆な発言にもかかわらず、実際には妥協の備えもあり、オレゴン問題で戦争に走る考えはなかった。断固たる態度がイギリスに、アメリカが認められる、解決案を強制できると信じ、ジョンブルを扱う。 唯一の方法はその目をまっすぐに見ることだと書いていた。しかし、多くのオレゴン問題に対する姿勢は単に見せかけではなかった。アメリカは全地域に対する合法の権利があると誠実に信じていた。イギリスの仲裁により問題解決を図るという提案には公平な第三者が見つからないことを恐れて拒否した。イギリスの首相ロバート・ピールの外務大臣アバディーンハク。 ジョージ・ハミルトンイコール・ゴードンも、イギリスにとって経済価値が減少している。この地域について戦争に進む意図はなかった。さらにアメリカは重要な貿易相手国であった。アイルランド基金が始まり、イギリスは食料危機に見舞われ、アメリカの小麦に対する需要が増加した。アバディーン博はすでにアメリカの提案する北緯49度線で国境を確定することに決め、 中米イギリス大使、リチャード・パケナムに交渉開始を指示した。一方、アバディーン・ハクト・パケナムは、戦力の検知からも交渉していた。重要な要素はイギリスがアメリカに対して派遣できる、圧倒的に優勢な海軍力であり、これに外交と政治の検知を結びつければ、自国の権益を着実に勝つ武装闘争に訴える、ことなく守るというイギリスの目標に、 究極的に叶うと見ていた。地元の利益は、総司令官、ジョージ・シーモア海軍少将を指揮する、戦列艦 HMS、コリングウッド、大砲80門搭載で守られていた。この危機の間、シーモアの戦隊は、ジョン・ゴードン艦長の指揮するフリート艦アメリカ、大砲50門搭載で補強された。シーモアの他の規範となる行動とは、 対照的にゴードンの危機中の判断ミスは軍法会議にかけられ検責されることになった。最終的にイギリスの政治家たちと海軍の士官たちはオレゴン協会をめぐる紛争がいかに望ましくないとしても1812年の米英戦争のように合衆国の東海岸と古代古地域で決するものと認識していい。イギリス海軍の優越性が十分に発揮されるのが そこであり、危機中にアメリカが意思決定する際に特に妥協を決める時に最も強力に働くのがこの影響力だった。中英アメリカが衆国大使、ルイス・マクレーンはイギリスが予備役に保有する蒸気船やその他の艦船に加えて即座に30隻の戦列艦を収益させる用意があると報告した。ポークの苔脅しは無効だった。このような背景に対して、 ピール政権の巧みな外交術により、ポークに引き下がるチャンスを提供した。それをポークは、喜んで受け入れた。アメリカにとって、米英戦争の再現と、その不吉な結末は、誰の計画にもなく、このような、些細なことで、フランスの支援の見込みもなかったので、ポークには選択の余地がなかった。この頃ハドソン湾外社は、オレゴンでの商業的支配力を徐々に失っており、 その興味は徐々に海運に向きつつあり、バンクーバー島よりもコロンビア側の重要度を低くしていた。海運と貿易の権益はエスクワイモルト海軍基地の発展で守られており、英国艦隊もそこを基地にしていた。地元での英国海軍の存在はそれほど優越していなかったが、アメリカ海軍に対する全体的な優越性で、イギリスの政治家たちは、 アメリカ政治家の野蛮な主張を任し、バンクーバー島を維持し、また大きな貿易相手国との潜在的に金のかかる、気をそらすような戦争を、最小のコストで避けるという中心目標を、達成可能にしていた。当時シンボナパルとナポレオン3世のフランスやヨーロッパでの力の、平行の方がより大きな問題だった。交渉を複雑にしていた要素は、コロンビア側の航行問題だった。 ポークの前任者、ジョン・タイラーは、イギリスが北緯49度線の国境を認めるならば、川の無制限航行を認める提案をしていた。1845年夏、ポーク政権は、オレゴンを北緯49度線で分ける、新たな提案をしたが、この時は航行権を譲歩する条項はなかった。以前に、タイラー政権で提案したこの提案が欠落したために、パケナムは、 ロンドンに相談することなく拒絶した。抗議を受けたポークは1845年8月30日に公式に提案を引っ込め、交渉は決裂した。アバディーン博はこの外交的しくじりでパッケナムを非難し、対話を復活させようとした。しかし、この時までにポークはイギリスの意図を疑い、妥協を許さない高まる政治的圧力のもとにあった。 ポークは交渉再開を拒否した。一方、アメリカの多くの新聞編集者は民主党が1844年大統領選挙で提案したようにポークが全地域の領有権を主張する様子よう強く要求した。1845年11月までにオレゴン全部さもなくは無というヘッドラインが新聞に現れた。1845年12月27日の ニューヨークモーニングニューズ紙の論説で編集者ジョン・オサリバンはアメリカ合衆国は我々のマニフェストデスティニーを広げ大陸全体を所有する権利によって全オレゴンの所有権主張をすべきと論じたその後まもなくマニフェストデスティニーという言葉は拡張論者の標準的言葉遣いとなりアメリカの用語集にも載るようになったオサリバンの言うマニフェストデスティニーは 戦争を要求するものではなかったが、そのような要求が間近に迫っていた。ポークは1845年12月2日の議会における年次演説で、イギリスに対し共同戦有合意の集結について要求される1年前の告知を行うことを推薦した。議会において、中西部出身の民主党拡張論者は、ミシガン州のルイスカス、インディアナ州のエドワード・エイ・ハネガン及び、 オハイオ州のウィリアム・アレン各上院議員が率いており、北緯54度40分までの全オレゴンで、いくらかでも欠けるところがあるよりも、イギリスとの戦争を要求した北緯54度40分は、ロシアの主張するアラスカ領の難言だった。54度40分差もなくば、戦争というスローガンが1846年1月までに現れ、民主党の圧力もあって広まった。 この言葉はしばしば多くの教科書でも1844年の大統領選挙の選挙スローガンと誤って指揮されている。バートレット・エス・ファミリア・クエテイ・ションスでは、ウィリアム・アレンが最初に使ったとしている。戦争の掛け声は多くの要素によって加速された。伝統的なイギリス嫌い、アメリカの方がより良い主張をしておりその土地をより良く使えるという信念などである。中道派は、 世界最強国のイギリスとの戦争でアメリカは勝てないと警告し、交渉でアメリカの領土的目的を成就できる余地があると主張した。アメリカにおける議論は厳密には党や派閥で分かれていなかったが、北緯54度40分を強く主張したものの、多くは北部人であり、ポーク、南部の奴隷所有者はテキサスの追求。 南部奴隷所有者には恵みがあるとみなされる問題には妥協しないが、オレゴン問題では妥協しようとしていると言って、格乱した。歴史家のデイビッド・ M ・マクファーソンが指摘しているように、54度40分差も、なくば、戦争は、イギリスにだけでなく、アメリカの南部貴族層にも向けられていたように思われる。ポークは1845年12月に、議会で、 イギリスに対し共同占有合意の集結について、告知を行う決議案を通す要求をしたが、両院がそれを承認したのは1846年4月23日のことだった。この成立は、異論の多い議論によって、特に上院で遅れ、最終的に穏やかな決議案が承認された。その文面は、両国政府が平和的に問題を解決することを謳っていた。議決では、 大差で中道派が戦争要求派を抑えた。西部の民主党員とは異なり、ポークのような議員の大半は54度40分のために戦うことを望まなかった。ポーク政権は続いてイギリス政府に問題を解決するための条件提示を促した。ピール政権はイギリスにおける穀物法の差し迫った撤廃で当確される可能性を知られており、その場合は交渉が 新しい内閣と始められなければならなかったので、時間が重要だった。アバリーン・ハクト、中英アメリカ合衆国大使、ルイス・マクレーンはすぐに妥協案を作成し、アメリカに送った。アメリカでは、パケナムとアメリカ合衆国国務長官、ジェームズ・ブキャナンが、オレゴン条約と呼ばれることになる正式な条約案を、書き上げ、1846年6月18日の、 上院における評決41対14で批准された。国境はアメリカの当初提案である北49度線とされ、コロンビア側の高校圏はその地域に住んでいるイギリス人に認められた。54度40分の最も強力な推奨者の一人、ウィリアム・アレン上院議員はポークに裏切られたと感じ、上院外交問題委員会の委員長を辞任した。 オレゴン条約の条件は以前にタイラー政権が提案したものと基本的に同じだったが、ポークの外交的勝利と説明されている。しかし、ポークはオレゴン問題の取り扱いについてしばしば批判されてき。歴史家のサムダ・ブリュー・ヘインズは、ポークの政策を瀬戸際政策と呼び、アメリカを必要もなく悲惨な結果になる可能性のある紛争に限りなく近くさせたと言った。 デイビッド・ M ・プレッチャーは、ポークの喧嘩早い性格が、アメリカ国内政策の副産物であり、戦争の危機は、ほとんど彼の想像したものであり、もっと洗練された外交で避けられたものと言った。イギリスとアメリカの境界は時代を追って、数のように変遷した。境界線に関するオレゴン条約の曖昧な言葉遣いにより、ファンデフカ海峡の最も深い水路をたどり、 対応まで伸ばすということになっていたので、1859年に、サンフアン諸島をめぐりもう一つの境紛争に繋がった。豚を射殺したことがきっかけで発生したため、豚戦争と呼ばれるようになった。この紛争も平和的に解決されたが、10年間に及ぶ軍事的対立と威嚇があった。地元のイギリス当局は、必要にロンドンに働きかけて、 ピュージェットは安全域を奪い返すことを訴え、アメリカは南北戦争のためによそで忙しかった。サンフアン紛争は1870年まで解決されなかった。調停者、ドイツ皇帝がアメリカの好むハロ海峡を通り諸島の西に繋ぐ海上の境界を選んだ。イギリスはその東にあるロザリオ海峡の方を好んでいた。と言論、政治風刺 1846年のハーパーズ・ウィークルより楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。